何か一つ何か一つ、いやいや、つい先ほどその歌を聞いててね、耳から離れなくなったパターンですよ。いや、まあ今日は皆さんお待ちかねのボールパイソン侵入か、ちょっとツイッターにケースだけ意味深に載せたらおって多分なったと思うんですが、その侵入かの生態を紹介していきたいと、あったズボン上げちゃった思います。単体パステル、オスですね。ちょっと今頭隠しちゃってるんで目が見えないですが、猫目になる。表現で猫目になる。そして、まあでもこの色上がりがパステルの特有かな。特有？特徴かな？で、スーパーパステル、共有性なのでスーパーパステル狙いや、他のモルフとかかっても相性がいいので、パステル使い道が多いと思います。今ここ、当店に、メスのパステルがいるので、ペアでお迎えもできます。この子まだ食べてないので食べてからの販売となります。オレンジドリーム単体のオスです。やっぱさっきのファステと比べるとオレンジ味が強いのが分かってもらえると思います。すごい手のひらサイズでめっちゃちっちゃいんですけど、しっかりとファジー食べてくれました。あと 2,3 回食べたら販売しようかなと思ってます。共有性モルフなのでスーパーオレンジドリームも狙えるし、モハベとの相性もすごいいいかなって個人的には思ってます。こちらはファイヤーイエローベリーのオスです。ファイヤーなのでね、頭がまあまだ小さいからそんなすごいは抜けてはないけど、ちょっと頭抜けてるよね。ブラックアイ粒子コンプレックスの一員なので、まあこのコンボを使ってブラックアイ乳歯歯になっちゃった。ブラックアイ乳歯をちょっと頭がちょうど狙うもよしで、イエローベリーがあるのでイエローベリーコンプレックスとしては、噛んだろうな、イエローベリーコンプレックスとしてはハイウェイ、ハイウェイもうダメじゃない、すっごい噛む、ハイウェイとフリーウェイを狙っていただけるといいんじゃないですかね。使いやすい共有性のコンボモルフ、ああまあイエローベリーなのでもちろんアイボリーも狙えます。使いやすいコンボモルフだと思います。こちらパステルファイヤヘテロクラウンです。でもなんか抜け方綺麗だね、二重コンボなのにここら辺の抜け方すごい綺麗だと思う。でパステルファイヤなんで一応ここから頭がもうちょっと抜けてくると思います。で猫目映ってるかな、ライトなんで私が見てる角度からすっごい見えるんだけども、ちょっと画角で乗せ越されるかわからないんですが、目が猫目になってます。でヘテロでクラウン持ってるのでクラウンとかけていただくクラウンが出るし、ヘテロクラウンでもクラウンが出るし、あとパステルファイヤーなんでね、普通に考えてファイヤーフライですよね。ファイヤーフライクラウン、あそうだ、ファイヤーフライクラウン狙えるね。なのですごい相方次第では夢のあるモルフだと思います。男の子、この子もファジー1回食べてるんですが、あと 2,3 回食べたら販売しようと思います。久々に、なんか最近私ホンダスパイダー好きなんですけど、やっぱビギナーさんのお客様が多い中で神経障害が出る子っていうのはちょっと扱いにくいのもあると思うので、あんまり最近縁がなかったんですけど、やっぱスパイダーかっけえなと思って入れてしまいました。スパイダーイエローベリーのオスです。まあイエローベリーなのでね、さっきお腹そういうの見せなかったね、よいしょ、映るかなこれ、あ映ってる映ってる、お腹の乱れと、まあ、スパイダーまだもうこの子もファジーマウス食べてくれたんですが、そんなに、神経障害感じなかったですね、とりあえず。まだ付き合いが短いので分かんないけど、ここから、ちょっと出てくるかもしれないですけど、綺麗にご飯食べてくれました。頭の柄すごかっこっすね。やっぱあとこのスパイダーって付けた人、やっぱ天才だなって思うんだけど、この、蜘蛛の巣状の柄、すごいかっこいいですよね、やっぱりね。スパイダーだから、まあ、普通に、これにパステルのメスとかを純粋にかけて、バンブルービー狙っていってもいいと思うし、私キラービー好きなんでスーパーパステル、まあでもスーパーパステル、こっちがパステル持ってないんでね、あれなんですけど、いろいろスパイダーも絡んでくるとかっこいいモルフだと思います。でイエローベリーも持ってるのでそちらラインでも狙っていけるかと思います。いやこれちょっと多分今回の9本の中で私は多分これナンバーワンかな、スーパーパステルモハベレオパードです。呪文だよね、もうモルフって
まあ、スーパーパステルなんでパステルの血を2つ持っててスーパー大になっています。さらにモハベ、私の大好きなモハベ、そう、モハベが入ってます。3回言いました、大事なことがある。で、実はレオも好きなんですよ。なんでこのちょっと今固まってるから、柄のレオの乱れ方、うわーすごい、こんななってんだよ。男の子なんで、まあ、なんだろうな、まあ、パステルはもうバラすしかないと思うんだけど、ベルコンプレックス使っていくというよりはレオなんで、これに黒毛を入れてもかっこいいんじゃないかなと思います。あの、これに単体のシナモンとか当てると、ブラックパステルとかね、当てるといいんじゃないかな。ちょっと黒さに磨きがかかったら、でもこんだけ抜けちゃってるから、どこまでそれに黒みが勝ってくるのか分かんないんですけど、そういう方が面白いのかもしれないです。相性すごいいいコンボだと思う。一応40コンボですもんね。うちでは40珍しくて、30までしか基本的には取って扱ってないことが多いんですが、もう一目惚れですね。これはかっこいい。そしてファジー食べてるけど、あと 2,3 回食べてからの販売となります。